最先端を学びたいっていうのが一番で、高校生の時の自分は、まあ、本当に今の時点でやりたい仕事とか決めちゃっていいのかなって悩んでたところもあると思うんですけど、今実際に放射線を学んでみて、まあ、楽しいって思ってる自分もいるし、将来自分が診療放射線技師になった時にこういう医師になりたいなっていうのも今あって、